6時になりましたので、ぼちぼち始めましょう。今日はみんなちょっぴり残念そうな顔をしている。それは仙台原発差し止めに対する不当判決で、差し止めはないという判断を裁判長が、鹿児島の裁判長が下しました。こんな不当判決が認められていいはずがありません。不当判決断行抗議。拍手がないの、ね、言われんとね。皆さん、こういう不当な判決が通るようでは、この日本は本当の民主主義国家でもなければ、人権を守られる統治国家でもありません。このようなおかしな状態がいつまでも続くようであれば、この日本も崩壊が間近いということになります。それで私たち住民は声を上げ続けるしかありませんが、この私たちの戦いは決して、それは未来を向かっている以上、私たちの戦いは希望にあふれたものであると信じます。希望がある限り、そして私たちに何者もが覆すことのできない信念がある限り、私たちは原発再稼働を絶対に許さない戦いを今後も地域で、日本だけではなく全国で取り組まれている戦いである以上、決して諦めません。地域でも職場でも、それから女性たちも怒ってますね。で、子どもたちもこのままではこの原発の犠牲になってしまいます。このようなあり方、やり方は許されません。私たちが未来を見つめて、原発再稼働反対の戦い、仙台原発、玄海原発の再稼働などありえません。よし、沖縄を見なさい。住民の民意を無視してご了承したところで、そんなものは、物事は成就しないんです。ましてあなたたち企業でしょ。企業っていうのが住民の意思とか住民の思惑とか住民のことを考えないで、一つの事業をご了承したところで、それは自分たちに跳ね返ってきます。ましてや私たちはこの命に関わる問題である以上、一歩も譲れません。あなたたちは再稼働をすることはできません。法律的に何を持ってきても無駄です。法律で決めようと、国が決めようと、行政が決めようと、住民の民意が全てを支配する。住民の民意が、この国のことはこの国の国民が決めていきます。だからあなたたちに勝利はありません。一人一人がこの問題を自分の問題として捉え、立ち上がっていきましょう。ぼちぼちゆっくりやりましょう。音楽からいくかね。あ、こんばんは。4月26日がもうすぐやってきます。1986年4月26日、ベラルーシで生まれた、あるその日に生まれたある少年は、その後7歳で放射能に蝕まれて亡くなりました。チェルノブイリ原発当時、火災の放火に、防火に当たっていた消防士の30数人も亡くなりました。で、19万人が緊急避難を余儀なくされました。
人の命を殺すような、ふるさとを奪うような原発はいりません。ノーモアチェルノブイリ。1986年4月26日にある一人の子供が生まれてきた。その子はたまたまベラルーシで産声を上げ、放射能に蝕まれてたったの7歳で、小学2年生ぐらいの年で天国にいた。そんなことはありえないと信じたくはないが、それは本当のことなんだ、事実なんだ。No more Chernobyl. No more Chernobyl.30年近く経った今でも村の畑は汚染され、人が口にする食べ物は未だに作れない。でもおばあさんは家に残してきたその子の写真が見たくて決心したんだ。私はふるさとに骨をうずめようと、朝早くから自分の畑を耕して、昔の暮らしに戻って、もう大丈夫と言い聞かせて、収穫した自分の畑の野菜を食べて過ごした。ふと空を見上げると雲の上でおじいさんとその孫が手をつないで手を振っておばあさんに笑いかけてた。ふと空を見上げると雲の上でおじいさんとその孫が手をつないで手を振っておばあさんに笑いかけてた。 No more Chernobyl. No more Chernobyl. Oh, we are safe. Keep peace a chance.All we say is keep peace a chance. No more Chernobyl. No more Chernobyl.
私も一言言いたいと思います。原発再稼働、特に仙台原発再稼働、限界もそうですけども絶対に許しません。私たちはこの金曜行動で繰り返し繰り返し訴えております。今なお福島は12万13万という人たちが二度とふるさとに戻ることができない、この現実があります。そして福島原発事故における汚染水、今なおちょろちょろと新聞なんかでも記事が出ておりますけども、これ自体大変なことです。もう一面の第一面に書かなきゃいけないような大変な問題が社会面の小さなところに書いてあります。安倍総理は完全にブロックしてるなどということをですね、大見を切って言ってるんですけども、しかし毎日毎日汚染水が垂れ流されております。何よりも原発はそれを維持する、今稼働してなくても7000人という人、あるいは全国で数万数十万の人たちが被爆労働を受けながら労働を余儀なくされる現実があります。命と引き換えに自分の労働賃金をもらうために命と引き換えに働かざるを得ない、こうした現実があるわけです。そして今なおあの福島事故から原子力災害緊急事態法というのが発令されたままになっております。こうした現実、そして何よりも今なお事故の原因、今どうなっていることこすらはっきりしません。この前ある分析調査で完全に潜っているということが明らかにされておりますけど、しかし今なお公式の事故の原因分析すら行われてないのがこの現実です。こうした中で原発を再稼働するなどということは絶対あってはありません。 3.11 までは原発は安全です安全ですというようなことで玉くらかして、そしてあの4年前の 3.11 福島事故以降、今度は再稼働に向かって瓜生社長は安全でありませんけど再稼働しますなどというとんでもないことをですね、言い直ってる、ふざけるんじゃないと言うんですよ。しかも今規制委員会という、まあ私たちはここでは推進委員会というふうに言ってますけども、これに対する、まあ、書類上のいろんな不備があって、もう先々月の記事でしたか、これは毎日新聞の記事でしたけど、この補正書はもう誤字と脱字だらけというのを出してるんでしょう。こんなですね、大体精神が入ってないから字が間違ったりですね、字が押してる、全くもってですね無責任な九州電力、そして日本の政府、こうしたあり方が補正書の中にも現れているわけです。私たちはあらゆる角度から原発は絶対再稼働すべきものではない、一旦事故が起きれば取り返しがつかない、もう第一原発第二第三第四に近づけないわけですから、燃料棒をやっと
第4号機の燃料棒が引き抜かれたっていうのが4年かかってるわけですよ。1号、2号、3号、ここには全く立ち寄れない。これを燃料棒を引き出すのにも10年かかると言われております。このように原発事故、原発というのは人間が立ち入ることができない。この発せられる放射能は人間にとって大敵である。だから原発は絶対に稼働させてはいけない。このことを福島原発事故は示したと思います。チェルノブイリでもスリマリ島の問題でもこのことが明らかにされております。今全世界が再稼働を絶対許さないだろうということで、日本のこの仙台原発の再稼働に向かって絶対許さないという立場から中止しております。私たちも九州に住む者として、そしてこの毎週金曜行動をやる者として、さらにさらに声を大きくして運動を強めていきたいと思います。今度6月7日には九州実行委員会の呼びかけで3万人集会が行われます。九州はもとより全国から集まってこの集会に結集して、絶対仙台原発の再稼働を許さない、そうした行動集会が今準備されております。私たちは日々、今日も全国で金曜行動が行われていると思います。そしてさまざまな行動が行われております。チラシが巻かれております。そうした力を6月7日大結集して、ここ宮殿本殿前へデモをかけたいと思います。仙台原発再稼働を絶対許せません。玄海原発の再稼働を絶対許さないということを私は述べたいと思います。終わります。3月から介護関係の学校に行き始めて、昨日と今日と、2か所施設見学してきました。今日はすぐそこの、桜十字病院で、昨日がグループホームだったんですけど、地域密着型のところを見学してきたんですけど、昨日地域密着型の施設を見学して、最後の質疑応答の時に私がですね、今、介護職を目指して、勉強している私たちに、何かアドバイスはありませんかという質問を、させていただきました。そしてですね、返ってきた答えが、利用者さんの声なき声にしっかりと耳を傾ける、声なき声にしっかり耳を傾けるという言葉がですね、その時私、引っかかってたんですけど、私たちがやっている行動っていうのも、私たちがその電力会社に声を届けて、で届けた声を電力会社が、しっかり聞いているかというと、まあうまく、ごまかされて、はぶられてというか、ちょっとなかったことのように、されているんですけども、本当に社長がいるんだったらしっかり社長が出てきて、ちゃんと対応してほしいと思いますし、私たちが、これは中電に関しては、高島市長も小川知事もそうなんですけど、私たちが質問したことにはちゃんとその定められた期限までにしっかりと答えていただきたいなと思うんですけど、本当にもうそろそろもう、小川知事や高島市長もそうなんですけど、もう中連もいい加減にしてほしいなと思うのが、本当に今言ったことですね。ちゃんと私たちの声を聞いて、しっかりと
答えてほしいなと思うんですけど、本当にここまで続くとは私自身思ってませんでしたし、本当にとてもしんどいことだなって今本当に、気づいたんですけど、もう昨日ニュースで2030年に原発を使ってどれだけ電気を発電するか、そして原発にを使わずに他の発電方法でどれだけ発電するかっていう何でしたっけ、ベースミックスっていうことの話があったんですけど、2030年でもまだ原発に 20% から 22% 頼って電気を生み出すという話だったんですけど、これは本当に原発の再稼働の状況とか廃炉の状況だったりとか、廃炉にはならないけど運転停止した状態が続いてっていうことの状態が続く、その2030年まで今の状態が続くと仮定して計算したものなので、これから状況が変われば、もしかしたら原発に頼る比率も減るかもしれませんし、また状況が悪くなったら今よりもっと増えるかもしれないんですけど、もういい加減本当原発に頼って電気を作り出すっていうのは本当にやめていただきたいなと思いますし、もう福島と同じような事故かそれ以上の事故があったときに、私たちはどのような行動をとってどこにどうやって逃げればいいかっていうのを教えていただけないかな、いただけないのかなと思うんです。本当に教えてもらわないと、私たちはいつまでたってもこの不安を抱えたままこの福岡で、生活するっていうのはもう精神的にももうかなりきつくて不安なことだと思うんです。そのことが分かれば少しは、本当は落ちてほしくないんですけど、落ちた時に慌てることなく生活できるんじゃないかなと思うんですけど、本当に宮殿さんがいつまで経ってもそういったことを教えないっていうことは、私たちからすればそういった対策がちゃんと取れてないんだろうなって思われても本当にしょうがないことだと思いますけど、どうでしょうかね。私たち一人一人の力は小さいかもしれませんけれども、何百人何千人何万人って集まれば宮殿にとってはかなり脅威になるんでしょうけど、人数が多かろうと少なかろうと、私たちは金曜日この時間ずっと、ここに集まって、もうここから分かってる、見えてるから分かるんですけども、まだ社員の人が残って仕事してるっていうのも分かってるんで、ずっと、宮殿が原発に頼りませんって言わない限り、金曜日の夕方6時からこの時間、私たちはここに集まって声を上げていくことにいきますので、宮殿さんよ、宮殿さん本当に覚悟しておいてください。こんにちは。今日も若い人の未来のためにと思ってやってきました。私は毎日ニュースを見ては腹を立て、ため息ばかり
続いています、なんでこの今度の選挙で皆さんは与党系の人を選ぶんですかね。それがまずこんだけ福島の事故を未だに解決できていない、福島の事故、放射能汚染、この汚染は日本をじわ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 包んでいますよ。もういい加減に原発推進派の人を選ぶのはやめましょうよ。やめよう。ま、電気を原発で作ってはならない理由、ここにプリントがありますので項目だけ読みます。1つ、原発は破滅的な災害をもたらす。もう分かってますよね。2つ、原発は放射性廃棄物という負の遺産を発生させる。限界原発だってあと2年で満杯だそうですよ。その次は間を詰めるそうです。これでものすごく怖い状況が起きると。揺れと水漏れで格納容器のない放射性廃棄物のプールは原発よりも怖いと、この前佐大の名誉教授の先生が言っておられました。3つ、原発は労働者差別と被爆労働で成り立っています。もうこれ以上に被爆者をさらに被爆させることがないようにまずやめるべきです。4つ、原発は地域の自立や平和を損ないます。電源散歩交付金などによりもう地域力は完全に落ちています。もっと自分たちで工夫する、そういうことも必要だと思います。自然エネルギーのを設置するとか、そういったことでできるじゃないですか。労働者も大丈夫です、そこで働けば。原発は省エネルギーに逆行し温暖化を進めています。まあ詳しいことを知りたい方はこの集会に参加してくださいませ。終わり。宮殿の皆さん、我らがイラストレーター井上真嗣さんのイラストレーター展があります。5月9日から5月15日あ、平尾です。素敵なイラストレーターですので、こういうのを見に行って心を洗われてください。その我らがイラストレーター井上真嗣さんのコピーをパクって言います。あれは何回な、何回な、博多ブラブラの何回かな、もう分からんお願いします。危険な原発いらんばい、他の電気でよかろうもん、うどんからでもできるとばい、危険な原発いらんばい、事故が起きたらどうすると、役人さんの言うことにゃ、自分勝手に逃げんとばい、
どっしり構えて待っとくと。放射能をたっぷり吸わされて、たどり着いたら収容所。いつになったら出られると。私の人生どうなると、宮殿さんの言うことにゃ、事故の保証は青天井、バカを言ったらいかんばい。そら私の税金たい、宮殿さんのモットーは、ずっと先まで明るくしたい。そんなら原発やめなやろ。再稼働やらおかしかろ。再稼働やら認めんばい。再稼働やら許さんばい。再稼働やら許さんばい。はい、続く。また順番が回ってまいりました。さて、この原発の裁判がありました。まあ、裁判の常として、日本海側の原発は再稼働の許可がおりませんでした。逆に九州宮殿の仙台原発には再稼働の許可がありました。あっちとこっちで正反対の結論がおりました。裁判なんてまあそんなもんです。さて、この この後原発の危険性を象徴するような事件がありました。東北で再び地震が起きました。狙いすましたようにむつ市で地震がありました。最悪の事態は最悪のタイミングで起きるという言葉がありますが、まあ最悪でなかったのが不幸中の幸いです。もしも原発の高速増殖炉でできたプルトニウムを取り出、プルトニウムの取り出し中に事故が、地震があれば、当然、同年の不原かの事故の再来が待っていたでしょう。プルトニウムが、ナトリウムが噴き出し、
大変な事故になっていたでしょう。こうして、私たちの間にはヒアリーハットの法則というものがあります。小さな事故が10集まり、そして、ハッとする事故が10集まり、そしてヒヤリとする事故がまた10集まり、そして大きな事故が発生するというものです。宮殿さん、もう小さな事故はどんどん起こっています。いつ大きな事故が起こるか知れたものではありません。もうすでに仙台原発の近くでも小さな地震が多発しております。いつ大きな事故が起こるか分かりません。仙台原発の稼働許可を出した人々はもう仙台へ事故が起こっても別に法に基づいて行ったことだとして責任を取ることはありません。取るのはあくまであなた方です。そして責任をあなた方が取らせるのは私たち現地の人間です。限界原発にしてもそうです。あなたたちが勝手にでもないか、中央が決めた理屈に従って限界原発を再稼働され、事故が起これば私たちを見捨てて東京へ逃げていくんでしょう。そして私たちは難民となってどこかへ逃げていくしかありません。そして彼らは東京は私たちを助けようとはしません。私はかつて福島でちょいとお祭りを見てきましたが、その時福島の未来の福島の設計図を見ました。最近同じようなものを見ました。福島の最高の設計図です。まあほとんど同じものが出ていました。人口はだいぶ減ってましたが、この事故を口実にして自分たちのいいように福島を建て直そうと、作り直そうとするのが東京の中央の考えです。彼らは限界で事故が起こってて、私たちが一度福岡を離れればまたもう勝手な設計図を作り、自分たちの理想の街に作り変えようとするでしょう。冗談じゃありません。私たちはこの福岡から私たちの町です。中央の町ではありません。宮殿さん、もちろんあなたたちの町でもありません。あなたたちの勝手な実験にはもう実験としてもありません。私たちはこれからもこの町に住み続け、この町を住み続けるためにも原発の再稼働に反対します。以上です。こんばんは。私たちは2つの
判決を前にして、この違いが何なのか本当に考えてしまいました。あの高浜原発差し止め訴訟、本当に人が人として生きるため人格権を大切にして、そして原発が安全でない限り決して動かしてはいけないし、こんなものを持って人が生活することはできない、本当に裁判官が命を落としたような形で原発を止める方向に大きく動いてくれました。そしてその後のあの信じられない仙台原発の判決、私はこの2つを出した裁判官が何が違うのか、法を守ると言いながらそこに人間と生きる人々を思い浮かべながら、それを現実のものとしてその人々を守るという立場で判決を下したのか、そうでないのか、はっきりしました。宮殿さん、あなたは公共の仕事をする中で、もし玄海原発が爆発したとき、本当にもう一回問います、その責任、そして私たちの命、子どもの未来、これをどうするのか、その責任が取れるのか、しっかり問いたいと思います。絶対に許せません。ある週刊誌ではこの素晴らしい判決を書いた樋口裁判長が名古屋家裁に左遷させられると出ていました。ある意味で本当にはっきりする人事です。国や原発会社の思う通りに判決を書いた裁判長は出世していきます。そして人間に寄り添い命を大切にしようとする裁判官は左遷させられる。でも私たちはその中に本当に人が生き、そして命を大事にする政治や生活は何なのかということをはっきり知ることができました。私たちは原発を二度と認めません。本当にこんなことがいつまでも続くなんてあってはいけないし、また私たちの力で毎日毎日絶対に許さないというこの力で止められるんだということもまた肝に銘じたいと思います。私は今日一つ歌を歌いたいと思っています。それは辺野古でキャンプシュワブ前で本当に命を落として頑張ってきた山城博司氏が今病気と戦おうとしています。その彼が最後にキャンプシュワブ前で歌った歌、あのこれがとっても素敵な歌でした。私たちは原発をいらないという思いでこの歌を歌いながら、さらにさらに絶対に再稼働をさせない、7月末とかいろいろ言っていますけれども、私たちのこの声をもっともっと大きくして、そして6月7日のあの3万人集会を本当に成功させて、私たちの阻止の戦いをもっと広げたいと思います。ケサラという歌なんですね。ちょっと歌えるかどうかわかんないけど歌ってみます。これはなんとかなるさということなんだけど、本当は世界で名もなく生きた有名な革命家たちを歌った歌だそうです。抑えきれない怒り、こらえきれない悲しみ、
そんなことの繰り返しだけど、決して負けはしないさ。けさら、けさら、けさら。私たちの人生は平和と自由求めて生きてゆけばいいのさ。泣き晴らした夜、抑える朝の眩しさ、涙の乾く時はないけど、決して倒れはしないさ。けさら、けさら、けさら。私たちの人生は平和と自由求めて生きてゆけばいいのさ。広く高く大きく、明日に向かって力強く、原発はいらない、こんなものは原発はいらないんだ。けさら、けさら、けさら。原発はいらない、子供のため、命を守れ、未来を守るんだ。けさら、けさら、けさら。私たちの人生は平和と自由求めて生きてゆけばいいのさ。近社、金曜脱原発お集まりの皆さん、ご苦労さんです。今日も元気に頑張ってますね。さて、私たち今いい空気を吸っているわけです。この1年7ヶ月余り、私たちは原発によらない電気でもって生活をしているわけです。実にすがすがしい。九州に限って言えば3年4ヶ月全く原発によらないエネルギーでやっています。国民生活はそれでもって何の問題もなく、経済産業活動も進んでいる。そのことを私たちは本当にしっかりと受け止めていこうではないですか。九州電力さん、原子力はもう古いぞ。そんなものに頼っていちゃダメだ。あなたたちのハートに問い返してください。原発はどこを取っても、ね、命の犠牲なしには成り立たない、そういう発電システムなんですよ。もうやめましょうよ。ね。はい、以上。宮殿本殿前に結集された戦う市民の仲間の皆さん、福岡市民救援会より若干の問題提起をしていきたいと思います。今安倍政権は原発再稼働をし、戦争への準備にひた走っています。私たちの
原発再稼働反対、そして戦争に反対する声をなんとか押し潰そうと躍起になっています。私たち市民の声を抑え込むために、安倍政権は今国会に刑事訴訟法等の一部改正に関する法律案という名の刑訴法改悪案を上呈しようとしています。今度の連休明けにも上呈し、審議が始まろうとしているこの刑訴法改悪案の中身は、わずか全犯罪の 20% にしか満たない裁判員制度の対象犯罪に限った可視化、いわゆる捜査過程の録音・録画を導入する代わりに、これまで認められなかった盗聴法の拡大や、あるいは司法取引の導入という形で市民を分断し、バラバラにし、物を言わせなくさせようとしているのです。そもそも今回の刑事訴訟法の改悪案の発端となった法制審議会での議論の的は、いわゆる村木事件に端を発する検察官による証拠の捏造でありました。これが大きく社会問題化し、冤罪を防ぐための方策として何があるのか、そのことを審議するのが法制審の目的でありました。その冤罪防止の手段の一つとして捜査過程の可視化が問題となり、この可視化をいかに進めるのかということが法制審での議論の中心課題でありました。ところが、そのような目的で設けられた法制審の特別部会の中で、可視化と引き換えに、いわゆる汚い捜査手法の導入も図られてきました。一つは盗聴法の範囲の拡大です。これまで盗聴法は、そのあまりにも危険な法案であるがゆえに、圧倒的な反対運動が起こり、盗聴法が認められる範囲は、銃器犯罪や薬物犯罪等のいわゆる一般犯罪とは区別された5つの罪種に限ってのみ、盗聴法が適用されてきました。ところが、今回の刑訴改悪案の中身は、この5つの限られた罪種から、詐欺や窃盗まで含めた一般犯罪にまで、盗聴法の範囲を拡大しようとしています。しかも、これまでの盗聴法においては、第三者の立ち会いが必須要件でありました。裁判所による令状と第三者の立ち会いという条件が整って初めて
5つの罪種に限って盗聴が認められてきたわけです。今回の刑法改悪案はこのこれまでの盗聴法に対する縛りを全部取っ払って一般犯罪にまで盗聴の範囲を拡大しようとするものです。これまで私たちの市民生活の中にあまり関係がなかった盗聴法も今度の刑法改改悪案によれば詐欺や窃盗という一般犯罪にまで範囲が拡大されてしまいます。しかも第三者の立ち会いも必要としないという形で警察のやりたい放題の盗聴が合法化されようとしています。さらにもう一つの刑法改悪案の中身は司法取引の導入といういわば市民の仲間を売れば自分が助かる、他人の犯罪を告発すれば自らの犯罪が軽減されるといういわゆる司法取引が導入されようとしているのです。このような司法取引が合法化されれば冤罪が増えることは間違いがありません。数多くの冤罪被害者がこの司法取引の導入あるいは盗聴法の拡大に対して反対の声を上げています。安倍政権はこのような反対の声を無視して反対の声を押しつぶしたまま今通常国会において刑法改悪案を上程し成立させようとしています。今の翌賛国会の下では上程されてしまえばもはや数の論理で押し切られて成立してしまうことは明らかです。何が何でも安倍政権に刑法改悪案を上程させないために私たち市民が今の段階で盗聴法の拡大を許さない、司法取引の導入を許さないという声を大きくして安倍政権にこの刑法改の改悪案を断念させねばならないと思っています。私たち福岡市民救援会は原発の再稼働に反対し安倍政権の戦争政策集団的自衛権の行使に反対しこれまでの憲法改悪につながるすべての悪法に反対し弾圧立法に反対しすべての市民の皆さんとともに安倍政権の弾圧立法反対という戦いに取り組んでいきたいと思っています。すべての皆さんともに安倍政権の弾圧立法策動に反対していきましょう。それでは最後にスプレーコールでもって締めたいと思います。スプレーコール、スプレーコール、仙台原発の再稼働を許さないぞ。限界原発の再稼働を許さないぞ。仙台原発を廃炉に追い込むぞ。限界原発を廃炉に追い込むぞ。
すべての原発を廃炉に追い込むぞ。戦争政策に反対するぞ。弾圧立法に反対するぞ。戦争への道を拒否するぞ。拒否して戦うぞ。使うぞ。皆さんお疲れさんでした。来週の近畿会は5月1日メーデーと重なりますね。労働者の決起の日、そして市民と国民の決起の日に結びつけて、私たちはこの新しい戦い今後とも続けていきたいと思います。今日はお疲れさんでした。